あ、いた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 、野生のヤギ。失礼します。こんにちは。どうですか。宮古島の菊川さんです。突然始まるやつですか。そうです。皆さんこんにちは。そしてお久しぶりです。茶松家です。ということで僕が今どこにいるかっていうと沖縄の宮古島に今来てます。というのもですね、今回はこの沖縄の離島を巡る旅をねしたいと思ってます。でね、さっきまで沖縄のね那覇空港にいたんだけど、そこで泊まらずに今回はね、那覇空港から JTA 日本トランスオーシャン航空に乗って、さっきね、ここ宮古島に着きました。そしてこの宮古島にね、3日4日ほどいて、その後はここ宮古島から RAC 琉球エアコミューターっていう、もうほんと座席数が50席とかしかないあのプロペラ機に乗ってね、今度は石垣島の方にね行きます。そして石垣島にね2日3日ぐらい行った後は、今度は石垣島から沖縄本島那覇に行って、そしてねその沖縄本島を旅するっていう、そういったね約10日間ぐらいのね、長い長い沖縄離島旅になります。でね、今回のこの動画、そしてこの後に続く動画、は全て、日本航空 JAL さんとのねコラボレーションという形になります。さあということで、いよいよねこの宮古島の旅、僕初めて来る場所なんでめちゃくちゃワクワクしてます。まあ今日は夜遅いんで早くホテルに今から向かって、明日ね朝から行動したいと思ってます。すげえジョイフルがあるよ。宮古島唯一夜までやってるファミレスかな。あのホテルのね駐車場がいっぱいでダメだったから、遠くのコインパーキングに止めてガラガラしながら向かってる。今もう夜10時過ぎです。さあ到着しました。沖縄といえばねミスター近所、めちゃくちゃな数ね沖縄にはあって、まあなんかいわゆるコンドミニアムみたいな感じかな、アパートみたいな感じ。あ、いた。よいしょ。こんにちは。わお、いいですね。はい、こんな感じのコンパクトなね、まあテレビもあってダブルベッドあって、でまあちょっとした椅子があって、であとはこんな感じでお風呂も分かれてて、でね確かここね洗濯機あんのよ。ほらこれ洗濯機ついてんのいいよね。まあ、っていう感じで、宮古島ではこのコンパクトなホテルで3泊します。ゴキブリが出ないことだけ祈ります。お願いします。完全に疲れました。今日はゆっくり休みます。それじゃあ、おやすみなさい。皆さん、おはようございます。晴天の宮古島へようこそ。ということで、今の時間が昼の10時過ぎぐらいなんだけど、今日はね、まず最初にもじゃのパン屋さんでパンを買ってきました。これね、あの宮古島ですごく有名なパン屋さんです。で、こちらで宮古島のジュース、ここもね有名なお店で、このジュースとパンを買ってこれからねビーチに行きたいと思います。なんか本当にハワイみたい。この木の感じとかもめちゃくちゃハワイみたい。すげー。いやーこれは宮古島に住みたくなる人の気持ちがわかるな。なんか都会に住んでるとこういうさ波の音とかさ、ちょっとなんか1時間1500円とか有料でも聞きたくなるもんね。なんじゃこりゃ。これなんかそこらのハワイの海より綺麗なんじゃない？気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいいぞ。さあ朝ごはん食べよう。ベンチ発見。ここで食べよう。
これどういうこと、なんか焼いた後となんか骨があるんだけど、人骨、あ、これサンゴ礁か。皆さん見てください、これがもじゃのパン屋さんのパンなんだけど、これまん丸で、しかも結構ね重みがあるのよ。いただきます。中もっちもち、シナモンみたいな匂いがするね。なんとあんが入ってました。あんまん、あんまんじゃねえ、あんパンでした。ちなみに僕が世界で一番好きな食べ物はあんまんです。2位は白米。おいしいパン屋さんってさ、どこもさ、このあんもそうなんだけど、このさ中のパンの部分がネッチネッチしてるよね。うまい。でですね、これがジュース屋ウルの島レモンの酵素ジュースです。めちゃくちゃうまい。これなんかちょっとモヒート感があるというか、ブラッドオレンジレモンね、プラスミントモヒートみたいな、そんな味。さあということで、今の時間が12時55分なんだけど、これからですね1時から、僕が大好きな YouTuber の方が実は宮古島にいまして、でその方と、お会いして、で一緒にねドライブをして、どこか連れてっていただけるということになってますので、今から行ってきます。むちゃくちゃ楽しみです。それにしてもこのサンダル498円かな。めちゃくちゃ履き心地いいな。はじめまして。こんにちは、どうですか。宮古島の菊川さんです。突然始まるやつですか。そうです。とにかく音楽の使い方とか、そのうまいじゃないですか。嬉しい。あの本当にあのそれこそなんだろう、海外のケイシーとか、はいはいはい、なんかそういうテイストを、はい、僕も大好きだから、もうそれの感じでなんかもう流しっぱでもうプレイリストバーン してずっとかけてるみたいな。嬉しい。まあそれもなんか言ってほしいとか。本当菊川さんが思うより僕菊川さんのこと好きですからね。見てますよ本当に。あの社交辞令だと思って、いやいやいや受け取りました。大丈夫です。あとテストしてください。結構いけると思いますよ。これでもたくさんいるいますよ。あ、そうなんですか。たくさんいるから、ね、一人一人名前違うんですよ。え、そうなんですか。そう、みんな、まあ、守君って総称されてるんですけど、その本人は、あの宮古警察署にマルコちゃんと一緒にいて、はい、あの彼らはみんなね、あのひとし君とか、例えばたまーき君とか面白い、ね、名前が違う。あれか、これです。昨日その、はい、DM を本当送る前、はいはい、散歩、夕方散歩してた時に、はい、昼ぐらいに多分なんかフォローされました、はい、そんなはずねえよ、ないだろうなんかじゃあ宮古のこと調べてんのかなって最初思って、でもしなんか調べてるんだったらと思って夜に送ったっていう、はいはい、ね、夕方散歩の時にもしこの Vlog 見てくれてるんだったらぜひ連絡くださいっていうのは残してて。素晴らしい。そう、そんな私、先ほどですね旅系 YouTuber の茶マスケさんにフォローされまして、もしかしたら宮古島に来るんじゃないかとちょっとそわそわしている、そんな夕方散歩になっております。ぜひこれご覧いただいておりましたら、ご連絡ください。こちらがバターガーリックです。はい、エビの殻はこのままで召し上がれます。お好みどうぞ。はい、ありがとうございます。来ました。見ました。なんだっけ、バターガーリックシュリンプですね。香りがこうなってるんだ。いただきます。こうなってるんだ。いやー、これは まずご飯からですかね。
いい音。なんか日本らしいガーリックシュリンプの味がします。なんか丁寧な、なんかこれ喋った方がいいんですか僕、はい、いや正解、本当正解だと思います。僕らもそう思います。ここ本当ですか、うん、食べやすいですよね。そうみんな食べれる感じ、東京の OL さんが丸ビルとかでランチで食べてそうな上品な味、はい、上品な味はこんな南の島で、しかも太陽の光を浴び、最高、新鮮な風を感じながら、最高すぎる。宮古島引っ越したいなお待ちしております。完食。腹2分目ですね。腹2分目ですか。はい、こんなもんじゃないよ。いや、宮古の環境がそうさせてますよ。え、ちょっと上がるだけでこんな絶景見えるの、すごい。え、これ宮古の本気、本気。え、これハワイより綺麗じゃないですか。そう思います。海は綺麗。いや、ほんとそうですよね。え、ハワイより綺麗冗談抜きで、綺麗。あ、すごい。本当に亀ね、見える、見えますよ。丸いのちょこんって浮いてきて、亀いないかとかってなったら、やば。泳いでいいとこって限られてるんですか。こっちまで泳いできちゃいけないの。すごすぎますこれ。ちょっと僕なんて言ったらいいか分かんないぐらいすごい。ハワイ行かないで宮古島でもいいかな、これから。いいよ、女子旅にもぴったり。いや、本当になんか僕初めて宮古島来たから、宮古島によく女性2人とか3人で旅行に行っているのを聞いたり、インスタ見たりして、意味が分かった。意味が分かったよ、これ。そういうことなんだ。素晴らしいわ。見て。動物は出ますか。動物っていうのはなんかタヌキとか、街走ってたら急に鳥がたくさんいます。あ、鳥、はい、で、すごく美しい声で鳥がね、たくさん鳴くんで朝とかいいですよ。鳥とかカニとかか。カニも、あ、ヤドカリの大きいやつで、ヤシガニってやつがいて。あ、ヤシガニ見たことある。なんか紫色の、はい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 、結構こう触覚がこういう、はい、系のやつ、結構すごいやつもいます。次行きます。次行きます。はい、海の近くに行きます。宮古島の魅力を伝える旅です。はい、お、いいですね。野生のヤギですか今。いや、なんか野生のヤギ、車っぽいのしてた気がする。え、なんか逃げてきたのか。ハイジの飼ってるヤギみたいな感じだった気がする。いない、いないね。あ、いない。あれ、ヤギいたのに。あ、いた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 、野生のヤギ。こんにちは。お、向こうにもいる。声がする。こんにちは。めっちゃ食べてる。すげえ。あ、じゃあ今日はこの辺りの、はい、雑草を食べてねっていうので多分放たれてるんですよ。あ、なるほど。そう。あ、そういうね、ヤギの使い方。お仕事中ですか。お仕事中ですね、あれね。お仕事中でした。あ、勤務中だった。申し訳ない。お仕事中ですね。宮古島となんか石垣島ってなんか勝手にちょっと似てるというか、なんかそういうイメージがあるんですよ。はい、規模感的にとか、なんか与那国島とかそういうとこはちょっと違うじゃないですか。はい。大きな違いで言うとどういうところなんですか。大きな違いは山があるかないか。ああ、石垣島は確かに山すごいですよね。そう、宮古はなくて。そうか。じゃあ石垣は
はい、あります。石垣は何回か行ったことあります。あの修行で。いや大変ですね修行は、ね、はい。ジェラートカフェニヌファ、はい、すごいわ。ジェラートカフェニヌファにやってまいりました。うわほらすげーすごいな。なんか結構でも僕も言われるんですよ、そのなんか僕となんかこう声だけ聞いてるとか言われるんですけど、それって自分にはよく分からなかったりするんですよ。なんでだろうみたいな。でも実際僕はそのまさに自分のそれなんですよ。部屋掃除してる時とかテレビ全然見てないのにずっとかけてる。じゃんじゃかじゃんじゃかじゃん。そう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 。さあカフェの下に降りれるみたいなんでね。アドベンチャーですね。ラニカイビーチや。すげえ。わあ。すげえ。すごい。これが This is 宮古島。なんかグラビアアイドルとかが写真集撮ってそうな場所です。そうですね、うん、いやこれはすごい。これはすごい。いやいいですよ。いや綺麗綺麗最高です。いいよもういいよ。似合うな。海が似合う。海が似合う男。水って透明なんすね。こんなになんか、はい、沖縄とか石垣島とか、はい、よく来てましたけど、そう全部修行で来てたばっかなので、ね、全然海来てなくて、うん、初ですね。じゃあ本当に、はい、本当にマジで感動してます、ね、すごい。南の島修行だけじゃないぞと。いやちょっと修行で沖縄よく行ってる人は一応考え直すことをおすすめしますね。ね、沖縄本島から乗り継ぎで石垣宮古も、うん、来れちゃうし。来れちゃうし。いやちょっとこれは宮古島に末永くお世話になることになりそうです。お待ちしております。よろしくお願いします。お待ちしております。行ってみましょう。じゃあワンセブンも行ってみましょうか。行ってみます。海巡りしましょうか。じゃあビーチ巡りしましょう。はい、亀見つけます。亀見つけましょう、はい、亀を探しに行きます。いざ。あ、ここ開けてください。おお、いつも見てるやつですねこれ。これこの絵。ここからワンセブンエンドへ行ってまいります。はい、はい、でもその前に寄り道をして寄り道を、はい、おービーチ道巡りということで。道巡り、はい、え、ワニ。あ、違かった。ただの紐だった。ワニの尻尾かと思ったこれ。さあということでこちらが池間大橋の橋の端っこみたいですね。うわーすげー。亀いるんじゃないの。大神島。大きい神の島。大きい神の島。へー、あれは橋ではつながってない。はい、あれは、はい、漁港からしか行けない。へー、船で。はい、あれも島の半分は、はい、立ち入り禁止の、まあ、神聖な神様がいる。はい。へえ。あ、八重なん、はいはいはい、あれなんかちょっと見たことあります。あの文字。八重。ヤビジって。え、ヤビジ。ヤギジ。ヤビジ。ヤビジ。
ヤビジ。お、この中から上がる。この店内から上がるの。おもろ。で、まだ後ろにあって、さらに上に。さらに上に上がっていく。やっばえ？いた？まだ今沈んでるんですけど。わかりました。お？割と手前 OK です、はい、ウミガメ。はい、もうちょっとで出てくると思う。どこだ？どこだ？20メートルくらい。さあ、出てくるか出てくるか。呼吸大事だぞ。そう簡単には会えないんです。ほんは亀の絵をお届けしたかったんで1個リクエスト、マモルくんに会いたいです。マモルくんに会いたい。一箇所どっかで。カクテルでしかこの色見たことなかったっす。確かに。今日が宮古島の本気じゃないですか。はい。じゃあその逆の時はどんな感じになるんですか、宮古島って。それで言うと今って春になったというか夏になったというか、うん、ずっと12月、1月、2月あたりが、うん、暗黒時代って我々呼んでいる。それぐらいそのずっと曇りがちな。ああ、そういうことか。そう、日が多くて一切晴れない。ああ、割と雨も多くて、あ、そういう割とこう暗黒時代を開けると、うん、この爽やかな、すごく、ね、過ごしやすい、はい、宮古の本気を見れる。なるほどね。時間にあるんで、それがね、いい時期だと思います。だから今本当にいい時期です、うん、梅雨入り前、梅雨明け直後とか絶妙な、はい、すごいいい時期だと思います。結構守くん のイメージ強いですよ、あの宮古島イコール。あ、そうなんですね。なんかインパクトあるじゃないですか。なんかありますね。顔真っ白でめっちゃ怖いし、夜とか見たら。さあ、出会いました。いつもありがとうございます。ちょっと斜め右前方を見てみます、はい、そうなんですね。いいです。そうだね、確かにこの方は右を見てるね。ちょっと右を見てる。はい、右を見てます。あ、いい絵ですね。会いたかったよ。あ、いいですよ、いい絵です。大満足です。これ僕が聞かれたら。うわぁ、これが来月オープンのヒルトン。そうですね、すごい。なんか上の屋根の上のところがアウラニっぽくないですか。ハワイの向こう側が、うん、まあ、海なんですけど、うん、その海の手前に、うん、プールゾーンがあった。そのプールゾーンは宮古一広いんじゃないかな。なるほどね。ってくるかな、これは。はい、やつすこれが伊良部大橋。あ、うん、お、怖い。有名です。でもちょっとここでは止まんないですね。あ、やっぱちょっと右斜め前向いてる。ちょっとやっぱ発見。はあ、視点がこっちちょっとずれてる。20度ぐらい右に向いてるですね。これちょっとずれるね。トリビア。確かに、守くんはどっちを向いているでしょうか。あるかもしれないですね。でもなんか意味いたらありそうですね。意味ありそう。ありそう。まあ、でも下地島はなんか下地島って伊良部島って本当川みたいなので、あ、え、離れてるだけなので。そういうことか。ほぼほぼくっついてるみたいな感じなんですけど。伊良部島と下地島が。本当に首の皮一枚つながってる。そんな。
ラニカイビーチみたい。ラニカイビーチみたいですね、左側。もう出てきます、出てきます、ハワイが出てきますなんかハワイってやっぱ決定的な違いは、うん、ホワイトビーチみたいな、うん、なんかビーチとホテルとか飲食店を併設してたらもっとなんかリゾート感じる、うん、なるほどなるほど、確かに確かに。逆にでもそれがない、うん、のんびり感が都のいいところなのかな、うん、なるほど、うん、街中で、はい、あのテイクアウトのホットドッグを買ってきて、うんうんうん、それをビーチで食べる、のんびり食べる、うんうんうん、そこにはこのビーチの楽しみ方、うん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 、ここ夕方散歩するわけですよ。最高最高よ。これ食べれないですか、この海藻は。収穫して、いや似合う、海が似合うね何をおっしゃいます。でもそんなに興味ないですか。え、いや興味ありますよ。そんなに海興味ある。海がっつり入ると割とすぐ疲れるかもしれないです、ね、はい、あ、そうです、そうですね、はい、確かに、はい、チャプチャプしてるぐらいで、うん、割と満足できるかもしれないです。光を感じながらね、太陽の光を感じ、風を感じ、波の音を聞いて、走る。海を背景にカメラ向けられると、はい、どうしたらいいか分かんないです、ね、そうですね今走るのかなって一瞬思いましたもん行きましたさあ、ということでワンセブンエンドにやってまいりましたこれからね、飛行機が着陸するみたいなんで楽しみですね。気だるさが出てます、気だるさが出てます。疲れるよ、こんなにこんなにさ、ねえ、日向にずっといたら黒い服着て。 This is 宮古、ここが宮古です。いつもお世話になってます。ようこそ。これからも宮古島の安全をお願いします。ようこそ守くんT シャツとか欲しいですけどあるんじゃないですか、守くん T シャツ。警察署に売ってるんですかね。公式というか、多分なんかそれぞれの方たちが、うん、ちなみにでも警察署ではあのお守りみたいなのは、守くんの、はい、守くんが書いてある刺繍された交通安全お守りはありますよ。なんでこんなに愛着湧くんだろう、このキャラクター。お気に入りですね、うん、なんか好きですね、気に入りですね。なんとも言えない表情。いいですね、シュールです。なんか多分制服と青い空の、はいはい、このなんかこのギャップが好きなんですよこれ守くんがアロハシャツとか着てたらちょっとそれはそれで違う、普通すぎるっていうか。なるほど。このなんか人とかある場所にスーツ着た制服着た人が立ってる感じが、なるほど、面白いんですなるほど、ギャップ萌えです。大事です、はい、ギャップ大事です。じゃあ次のママ君に探してきますねありがとうございます。ありがとうございます。お世話になりました、ありがとうございました。楽しい時間をありがとうございます。また宮古島にすぐやってくるんで、きっとまた遊んでください、一緒に。はい、また会える日を楽しみにしてます。また会いに来ます。楽しんで。はい、バイバイ。さあ、ということで、今の時間が8時30分ですね。はい、これからちょっとご飯に行ってきます。まあ、これから行くご飯はだいぶ沖縄っぽいところに行きたいと思います。さあ、これから行くお店がこちら、うまり妻、昔ながらのうちな屋。うわー、うまそう。うわー、メニューが
めちゃくちゃ豊富だね、お酒も。いやすごいなこのお店本当に。メニューの豊富さが、ほらほらほら、昔ながらのうまりずま。インスタグラムこちらになります。まもるくん、まもるくんレジを守ってます。沖縄といえばオリオンビール、チアーズ。あるかもあるかも。これ NG 集でね、面白集で。あ、大丈夫。本当序盤から怪我。